だから俺って見るか。受けるところを通ります。これわかんないわ。踏切終わった後そこ登るんですか。かなり登ってますやん。はぐれらんねえ、わかんねえ道が。コースマップとか見ても意味がねえ。国道に入りたくないってことだよ。やっぱそういうガミ意味ないっすよ。きっと引きを刺してますよ。本当ですか、はい、ちょっとでも誤差があった瞬間にわかんなくなります。本当にここ行くのっていうような道ですけど。三浦さんがルート決めたんじゃないかみたいな感じです。